きらびやかなエスコンフィールドを中から支える仕事人、土をならし芝を刈り水をまくグラウンドキーパー、職人集団を束ねる男の名は加古明。エスコンフィールドを建設する段階からグラウンドの管理を任されてきた責任者です。ゴルフ場やサッカーのピッチなど、これまで20年にわたり芝と共に歩んだ人生。それでもエスコンフィールドの天然芝は管理が難しいといいます。やっぱり屋根が閉まると本当に芝育たないので、そこはいろいろ設備使いながら工夫してやってますけど、その設備とはグローライト。植物を育てるのに適した照明で、屋根を開けられない時期などはグローライトの光を当て天然芝を育てているんです。北海道の四季と向き合い、エスコンフィールドの地面とも向き合う。そんな過去の一日を追いかけました。グラウンドキーパーの一日は長い。この日仕事を開始したのはプレイボールの8時間前。最初に行う作業は芝刈り。芝への負担を考慮し、使われているのは手押しの芝刈り機です。1日に 1,2 ミリ伸びる芝をおよそ2時間をかけ24ミリの長さに刈っていきます。芝刈りを終えると綺麗なラインが浮かび上がり、フィールドの表情は一変。綺麗だ。その後土を整備し、プレーにも影響を及ぼす水まき、加古にとって最も神経を使う作業なのです。水まきは土の状態や気温とか湿度によってちょっと調整しなきゃいけないので、ちょっとそこで経験値が必要かなと思います。現役時代守備のスペシャリストと言われた谷地コーチもグラウンドの状況を気にかけています。まあ、水をまいていただいていると思うんですけど、その巻き方によっても多少日ごとにこう違いは出てくるなと思うんで、たまにそのグラウンドキーパーさんとも話させてもらうんですけど、まあ、今日の水の具合どうだとか、選手守ってみてどうでしたとか、そういう話もまあちょくちょくやらせてもらってるかなというところですね。今シーズンエスコンフィールドでの試合におけるエラー数は昨シーズンに比べて減少。シーズンオフ、内野の天然芝と土の部分の硬さを極力同じにするため、土にも改良を施していました。強く高く跳ねるイレギュラーっていうのとかが去年に比べたらやっぱ少ないかなと思うので、安心して守れるようになってきてるんじゃないかなと思います。午後2時、練習に向け選手が続々と現れます。ケージの設置やライン引きもグラウンドキーパーの仕事。マウンド上の加古は何かを土に突き刺します。その正体は山中式土壌高度計。先端を土に差し込み、硬さがベストな状態になっているのかを確認するのです。練習前最後の整備、作業開始からすでに4時間が経過していました。午後5時、入場ゲートは多数の来場者で溢れていました。練習中もグラウンドのチェックは怠りません。練習が終わり、いよいよ試合開始に向けた最後の整備。しかしここからが本当の戦いです。最初の勝負は3回裏終了後。整備に許された時間はピッチャーが投球練習を5球投げ終えるまで。その間およそ2分、スタッフ20名がかりで一気に整備を完了させなければなりません。もう本当にギリギリの時間でやってますんで、いつもミスのないように慎重にやってます。はい、その後加古は試合の進行状況をモニターでチェック。5回裏が終わると再びグラウンドへと駆け出します。許された時間はおよそ3分半。土の状況を瞬時に見極め、このタイミングで3度目となる水まきも行います。
いつもより少し乾いてきてたんで、水を少し多めに調整して毎回同じ状態になるようにやってます。水まきを終えると駆け足でバックヤードへ。とにかく時間がありません。7回裏終わりにも整備を行い、その後はこの日4回目となるミーティング。加古は責任者としてその様子を見守ります。午後9時、熱戦が繰り広げられた後の天然芝にはスパイクで掘られた跡が。それを一つ一つ補修していきます。土には芝の種が混ぜ込まれていました。作業は深夜2時頃まで及ぶこともあるのだそう。試合終了後、選手とかが帰る時間になっても、遅くまで手入れしていただいてますし、選手が伸び伸びプレーできているのもグラウンドキーパーさんたちの仕事のおかげだなと思います。加古が目指す理想のグラウンドとは。選手が使いやすくてお客さんが見て綺麗だって思えるようなグラウンドがやっぱ最高なんじゃないかなと思います。芝を見つめる加古の瞳は優しさに満ち溢れていました。